もうお前らの部隊はほとんど残っちゃいない。降参するなら今のうちだぜ。降参？何言ってんだお前は。俺たちはもともとな、人を使ってどうこうとか集団バトルみてえなのは好きじゃねえんだ。怠慢とかよ、自分の拳で結論出すのが性に合ってんだ。だからよ、ここからが本番ってわけよ。俺たちは残ってんのは二人だけだけどよ、二人いりゃ十分なんだ。俺たちは最強の天こじタッグだからよ。ふん、面白い。お前らみたいな奴ら嫌いじゃないぜ。俺も本来は自分の拳で片付けるのが性に合ってるんでな。ならちょうどいい。せっかくだ、タッグマッチと行こうか。俺は構わねえ。どうだジョー。聞くまでもないでしょ、振られた喧嘩はさすがに買いますよ。しゃあ行くぞコジ。おや、行っちゃうぞバカ野郎。まさか天こじタッグで負けるとはな。負けたのは岡田にやられて以来だぜ。お前らはもともとジャスティスが敵対していたカラーズの中心人物だったと聞いたが。ああ、ここのジョーもそうだが、岡田はカラーズにすげえ恨みを持ってた。カラーズ潰すためにジャスティス結成して俺らカラーズを潰しにかかったんだ。それでカラーズは負けて解散したのか。解散よりは消滅が正しいかもな。俺も後がどうなったかは知らねえ。俺らは俺らより強い奴についていくのがポリシーだからよ。そう、岡田に負けちまったからカラーズ抜けてジャスティス入った、それだけだ。だけどよ、今日は気流会に負けちまったからな。おう、だから仕方ねえな。ポリシーに従って気流会に入ってやるよ。え？俺らは強いやつについていくって言っただろ。お前らは強かった、だからついてってやるよ。拒否なんてさせねえぞ、俺らのポリシーだからな。
嫌でもついていくぞ。どうせ負けた俺らにはジャスティスに椅子も残っちゃいねえだろうしな。どうします？いいんじゃねえか。単純で分かりやすい理由だ。俺も近いタイプの人間だからな。話が分かるね、キリュウさんよ。これからよろしくな。安心しろ、足は引っ張らねえよ。ああ。ん？棚橋ジョー、なんだあいつは。六教人の一人、棚橋。俺の理解者で分かり合えるダチだった男です。正直あいつとは戦いたくはないんだけど、仕方ねえのかな。やっぱりダチと拳を交えるのは辛いっすよね。辛いかもしれないが、拳を交えることで分かり合えることもある。お前とあいつや岡田がそうなれればいいかな。はい。